ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。お、なんか元気のいい声が聞こえたな。ねえ、はいはい、すいませんでした。ちょっと諸事情で、はい、あの、ね、いなかったんですけれども、はい、戻りましたと。戻りました。ね、あのね、ちょっとあのコメント欄見てると賛否ありますけれども、はい、まあ、頑張っていきましょうな。ゆたかさん、いた方が話しやすいって言ってくれるので、はいはい、います。うん、すいません。まあ、3連戦を振り返るということでね。はい、というコーナーが来ましたが、はい、今回の3連戦、ちょっとね、雨でね、中止になった天気悪いな、なんてありましたけどね、天気悪かったり寒かったり、ちょっと大変でしたけど、はい、まあ、看板やちいちゃん、よろしくということで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、はい、早速いきますよ。はい。はい、セ・リーグから。はい、ということで、このようになりました。はい、はい、巨人対中日は、巨人が2勝1敗の勝ち越し。はい、はい、DeNA と阪神は、阪神1勝、あと1引き分けということで、はい、まあ、もともとね、これは2連戦だったんだよね。そうですね、はい、雨は関係なく土砂降りなんかやらされてたけど、そうですね、あ、2連戦ということでね、もうすごかったですね、あの中試合はするんだなっていう状態でしたけど、はい、ということでこういう結果になりました。ヤクルトと広島はこちらも2試合だったんですね、1試合、いやいや、2日目が雨で中止になったんでね、そうそうそう、うん、2試合だったんですね、はい、はい、ということで1勝1敗ずつということになりました。はい、はい、それでは巨人中日から、はい、ね、巨人山崎より赤星菅野、うん、ね、中日は小笠原涌井柳ということでね、まあ、1試合目2対0、山崎よりね、巨人が勝ちました。はい、ね、まあ、巨人は7試合ぶりの勝利ということで、ね、うん、連敗を3で止める、まあ、引き分けとかいろいろあってね、勝ちに恵まれてなかったんだよね。うん、まあ、その中で山崎伊織が6回3分の1、87球3安打無失点ということで、はい、まあまあ要所を締めるという形でね、まあ、勝ち投手になったけども、はい、まあ、打つ方はオコエ、はい、ね、初回、うん、素晴らしい走塁だったね。レフト線寄りの打球をレフトの細川の処理を見て動きを見て一気にセカンドまで行ったんだよね。ねえ、この走塁っていうのはやっぱお声の強みだし特徴だしね、隙のない、うん、そうですね、隙のないというか、だからよくやっぱこうレフトの動きをね、うん、よく見てたなということで、うん、で続く坂本が先制タイムリーということでね、はい、で4回には岡本の高いフライ、うん、その日ね、ひたちなかで風がやっぱ強かったんだよね、うんうんうん、でショート先発の中日の山本が、はい、落球するんだよね、落としちゃうんだよね、うん、で、萩尾がタイムリーという、はい、うん、だから若手がすごく躍動したというかさ、やっぱ右バッター不足っていう風に開幕当初からまあ言われてたんだけどもね、オープン戦の時ももう、はい、オーダーを組んでも左ばっかりだというふうに言われてたけども、うん、今日今回の小笠原左先発オコエと萩尾が活躍したっていうのは、はい、非常に何て言うんだろう、阿部監督も嬉しかっただろうね。うん、でも右には右バッター本当にチャンスがあるんで、まあ、こういうふうな活躍をしとくとね、まあレギュラーも取れるぞみたいな、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、で中日は5連敗、うん、で守備の怠慢と乱れ、あ、これがやっぱり響いたね。ちょっとね、勢いが凄まじかっただけに、そうだね、ちょっと急にちょっとブレーキかかってる感じですか。まあ、そうだね、はい、まあやっぱり連敗中だからさ、細川の動きっていうのも、うん、やっぱこう打球を弾く癖があるんだよね。だから慎重に取りに行ってるっていうのは分かるんだけどもさ、やっぱあれだけ慎重に取りに行ってると、やっぱ勘のいいランナーだと次の塁を盗もうとするよね。だからそれはちょっとね、あれはもう少し早い動きが欲しかったなっていうことだったんだよね。それに対しての対策っていうのはもう、あ、やっぱりもう動きを、うん、いやセカンドには行かせないぞっていう動きを見せてやるっていうことだよね。そしたらね、ランナーもそんなに無理はしないよ。それと中日は、まあ、この日も0点に終わったんだけども、うん、やっぱ点が取れないというふうに言われていて、うん、最大のチャンスがランナー3塁でカリステで、その時にカリステ中田ってこう続くんだけども、はい、カリステの時にゴロゴーじゃなかったんだよね、うん、サードランナーがもう自重したんだよ、うん、
まあ、次中田っていうこともあるんだけども、うん、ただ俺の考えはやっぱ点が取れてない時っていうのはやっぱ動きがない時なんだよね、うん、やっぱ動かしてもよかったなっていうこととやっぱあそこで止まって点が取れない、はい中田ツーアウトできました、うん、あなた勝負ですって言ったら全部中田に頼ってるような感じがして中田のすごくあのプレッシャーが感じるっていうか、うん、あの重荷になるんじゃないかなと思ったんだよね、うん、だからここら辺はもう積極走塁で突っ込んでアウトでもランナー一塁残って中田は長打打てるからもう長打で返せみたいなその方が逆に良かったのかなっていうふうにあのシーンは思ったね、うん、はい、はい、まあそういう1試合目でした、はい、で2試合目、初回あ赤星と涌井ね、うん、まあ、3対2で中日が連敗を止めるわけだけども、はい、まあ、涌井は防御率、うん、この日投げるまで 0.00 という、うんうん、ね、非常に安定感があるというで赤星も素晴らしい、コントロールとね球のキレもいいよね、うん、そういうピッチャーの投げ合いで3対2で、まあ、中日とで初回、まあ、田中が先頭バッターで出るんだよね。でカリステ3番の、うん、でね、カリステがね手が出なかったのか本当に見切ったのか、うん、ものすごい外にいいスライダーがね2球ぐらいあったんだよ、うん、これ俺審判によってはストライク取るけどなとか思いながら見てて、うん、で本来だったら三振なのになと思ったのね、うん、でフルカウントになってやっぱもうスライダー取ってくれないから力勝負に行ったらさ真ん中入っちゃったんだよ。それをカリステが逃さないでポールに当てて先制ツーランというね、うん、だからストライクボールってピッチャーにね立ち上がり特にだけども大きく左右するなと思ってね、うん、でも逃さなかったカリステもね、まあ、連敗中だけど先制点取れたということ、うん、で涌井に援護点が入ったということだよね、うん、だからこれは素晴らしい先制ホームランだったなと思ってさ、はい、で、まあ、2点先制されてるんだけども、うん、まあ、2回、まあ、開幕して、まあ、先ほども言ったけども涌井はまだ点を与えてない。そうでしたね、うん、無失点ねこの試合前までね。そう、はい、で岡本ヒットで萩尾が三塁打で1点差にするんだ、うん、でこの日先発マスクの岸田が、ライトに犠牲フライというねこれで同点、うん、いやあっさり同点にされたなと思って涌井、はい、がね、うん、でもそこからずっと粘っていって、うん、で攻撃援護点を待つんだよね、はい、7回先頭打者木下、うん、レフト線へのツーベースダイソー小田、うん、で8番の山本が送り代打大島、はい、2000本の代打が出てくるっていうのは強いよね。ね、代打に2000本がいるというのがすごいですよね。で大島、はい、ね、でまあゴロゴーがかかってくだからさ、はい、で小田がやっぱこう1球ごとにスタートをかけ仕掛けるんだよね、うん、それを岸田が見てて岸田が小田が飛び出したと思ってサードに投げたらそれが小田に当たり、まあ、1点を献上してしまうという、うん、だけどね小田はねすごくうまかった。でね岸田も投げちゃいけないということは絶対ないし、うん、そんなに悪いボールではなかった、うん、でもこの三塁線があるでしょ、うん、ここにこうやって出ていくよねベースがあってこっちに、はい、これがラインだとして、はい、小田がこうやって仕掛けてるんだよね、はいはい、ゴロゴーで、うん、であ岸田が投げてくると思ったら内に入ったんだインフィールドに、うん、そしたらね坂本と被るんだよ、あ三塁手の。でもこの帰塁の仕方っていうのが素晴らしくうまかった。多分もうそれ客観的に見えてるんでしょうね、うん、あの小田選手はだからそこら辺がセンスとそうですよね、うん、あのフォアザチームということでこう俯瞰でこのシーンが見えてるというか、そうだね、だからそこを通ると死角になるじゃないですけど、あれがねいい球だったらいい球っていうか当たんなかったらアウトの確率が高かった。でも小田はそれを未然に防いだという、うん、小田も素晴らしかったけど岸田投げたのはやっぱね、うん、攻められない。あれはなるほど、うん、だから、うん、まあ1点はねこのダイソーの小田の力でもぎ取ったということだよ ね、ただこれがねまさかの、うん、勝ち越しで
これが決勝点になってしまうという、まあそうだね、ことでしたのでね、ちょっとそこが痛かったですよね、うん、巨人にとっては、はい、だからまあ3対2でね最後はマルティネスが締めて、うん、逃げ切ったんだけども、はい、でもね巨人もねチャンスが他にもあったんだよ、うん、で4回ノーアウト 1,2 塁、はい、で送りバントの場面だけども赤星の、うんうん、中田がねやっぱ素晴らしいプレーしたね、うん、でフォースプレーでサードに投げたんだけども、はい、やっぱ走塁も良ければキャッチングもいいというね、うん、だから中田のでっかい体でどんな守備するんだって思われてる人がいるかもわかんないけどものすごく機敏なんだよ、うん、そういう守備に関してそれとキャッチボールをものすごい大事にする選手だから、うん、もう送球も見事、うん、だからあれはねやっぱ中田を褒めるべきで、うん、まあバントは失敗に終わったけどもまあ仕方ないのかなっていうふうにちょっと思うよね、うん、でまあ赤星はちょっと不運だったけどもやっぱこれから我慢して投げてるとね勝てるピッチャーだなっていうふうに思うし、うん、で涌井はやっぱ粘り強いあの年で、うん、それとシュートの使い方、うん、右バッターに対してのインサイドの使い方がやっぱ抜群にうまい、うん、だから赤星なんかはやっぱ涌井タイプだけに涌井を参考にするといいなっていうふうに見てた、うん、はい、なるほど、もうね20年目のベテランですからね。まあそうだね、はい、で今日です、はい、ね、3対2、うん、巨人の勝ち、はい、菅野と柳とね、もう1点差のゲームが続きましたね。そうだね、うん、まあ今日は1番に入った岡林中日ね、うんうん、でのタイムリーで5回、6回には細川のホームランで2点目を取るんだよ、はい、うん、で岡林はそれまで前の試合まで6番に入ってたんだけども、うん、菅野の相性もあったと思うんだけどもね、1番に今季初入れたんだよ、はい、やっぱ岡林が1番にいるとちょっと嫌だね。そうですよね、うん、で6番にいるとね何ともひ弱に感じるんだけども、うん、1番にないとものすごく存在感が出てくるね、うん、この選手は、うん、やっぱそういう人が1番っていうのはいいんでしょうね。まあまあそうだね、うん、だからまあ三好が好調だったとか、はい、まあ、そういうこともあり岡林の状態がまだ上がってないということで、うん、まあちょっと下位の方に置いてたんだけどもやっぱ6番っていう打順も大事な打順でね、はい、まあ、そこにパンチ力のあるやつを入れておくとさまたちょっと違うし、うん、だから岡林が1番に入って、まあ、先制タイムリーという、はい、ね、で6回には細川、うん、ね、チャンスをものにできなかったけども、はい、前の打席ではね、うんうん、だけどやっぱりきっちりこうホームランで ね答えを出してくれると、はい、で菅野も悪くはなかったんだけどもさ、はい、柳が良すぎた。お一方柳はさ、はい、5回までノーヒットに抑えるんだよ、うんうん、だからこれどうやって点取るかなとか思いながら、で6回先頭の吉川が2塁打、はい、インサイドの難しいボールをあわやホームランという当たりだったんだけども、はい、まあ、ここら辺でちょっと球威が落ちてきたかなっていう風にちょっと感じ始めたんだよね、うん、見ていて。で2アウトから2番佐々木がフォアボール取るんだよね、うん、まあ、これがやっぱりね実数大きかったというか、で坂本につなげるというね、うん、で坂本はそのこの日、2打数ノーヒット、うん、で迎えた3打席目、まあ、見事にホームランを打つんだけども、はい、まあ、初球のスライダーにあんまり反応しなかったんだよね、まあ、それでこれはねもう坂本の餌巻きというか技というか、まあ、餌巻きってちーちゃんわかる？ちょっとわかんないだろう。実はこうじゃないんだけど、うん、違うことを見せてるってこと、うん、こうしてほしいことの逆をやって、まあ、まあそうだねしてもらう。おとりじゃないけど、まあ、例えば4打席のストーリーがあったとしたら、うん、やっぱり勝負どころが必ず3番だったら来るっていうふうに考えると、うん、まあ、最初坂本ってその日、まあ、センターから右方向に打ってんだよね、うん、それも積極的にそっちの方に打ってんのよ。でこの打席だけはインサイドをずっとそれまで見てないんだよ、うん、で中日バッテリーも見せてないんだよインサイド。だからそこをやっぱりワンチャン狙ったかなっていうような、うん、でインサイド構えた時にあっこれ坂本狙ってたら行くぞみたいなこと思ってたんだけど、案の定打ち返したね、うん、だこれはちょっと見事だなというふうに、やっぱこう2000本以上打ってさ、やっぱベテランというふうに言われるようになって、
まあできる技かなっていう ね、 ね、まあ、そんな感じがしたし、まあその回に代打を送られた菅野、はいね、これで勝ち投手の権利が、うん、あ転がり込んできたのよ、はいね、うん、まあ見事なホームランで、で7回には、うん、西舘が、はい、登板してきて、ピシャッと抑えるんだよね、うん、で、あとその大勢で逃げ切るんだけども、はい、あの10試合連続の無失点ねえ、ねえ、これはセリーグはタイ記録、タイ記録で、新人のね、新人では、初めてというかね、うん、開幕からね、はい、開幕からっていうのは初ということで、はい、そうだね、はい、はい、で、逃げ切ったというね、うん、まあ、この巨人は2安打、はい、吉川と坂本のホームラン、うんうん、もうそれで勝ったんだけども、はい、まあ、ホームランの魅力っていうのはやっぱすごいなって思ったのは、やっぱこの9試合ぶりのホームラン、はい、巨人にとってはね、うん、よかったなと思ってさ、うん、あやっぱホームランって魅力あるな、もうね、なんかすごい試合でしたね、そうだねこの試合は、そうだね、はい、はい、で続いて、うん、DeNA 対阪神、はいね、ジャクソン浜口、ね、村上伊藤、最初に試合は1対1、はい、引き分けということで、うん、2回山本のタイムリーで DeNA が先制、うん、ね、6回同点に追いつかれる、はい、ね、それもミスでということで、ね、ランナー一塁、中野を一塁に置いて、うん、森下がレフト線ツーベース打つんだよね、はい、で中野はもうサードで止められたんだよ、うん、だけど中継のミスで新たにスタートして同点に追いつくというね、うん、ちょっとね、まあ、そういうことでエラーで同点になり、うん、でこのエラーは16個目のエラー、両リーグでワースト、うん、今までの通算でってことですね、開幕してからもね、はい、まあ、16個で、ワーストなんだよ、はい、で見えないエラーも含めたら、うん、もっとあるということで、やっぱ守りっていうのは大事だなっていうふうにはもう改めて思うよね、これもったいないですね、もったいないね、だからここでね、2、3塁でも止めといて、うん、ね、次のバッターを打ち取れるかもわからないし、うん、ね、ちょっともったいなかったね、そうですね、で攻撃の方はね、12回、はい、ワンアウトランナー1塁、バッター大和、うん、ね、確かに大和はね勝負強い、だけどランナー一塁だと大和が打ったってもう一本いるっていうことなんだよね、サヨナラになるには、そうですね、あと2本いるかもわからないし、でなんていうの、まあ送っといて、相手が岩崎だからやっぱ今年ね点取られてないのよまだ、うん、でそのぐらいいいピッチャーが投げてて連打っていうのは考えられないんだったら、うん、やっぱセカンドに置いて送っといて、次のバッターで、まあ、桑原でもいいや、桑原だったと思うんだけど、うん、次のバッターがね、まあ、勝負いけなかったかなっていうふうにね、ちょっと俺だったらそうするなと思って、うん、まあ、三浦監督は三浦監督のね、勘っていうのがあるから、まあ、大和が打って桑原が打ってみたいな、まあ、そういうことを考えたかもわからないけども、うん、まあ、状況的にその岩崎の状態とか、うん、そういうことを考えると連打は難しいと、もう最後やっぱもうワンチャンもうプレッシャーかけて外野手前にして、うん、ね、頭でも越さんかなみたいな、まあ、そういうことを俺だったら考えたなっていうふうには思うね、うん、なるほど、だから、まあ、俺の感じでは送ってほしかったなという、うん、まあね、はい、まあ、それはしょうがないな、そうですね、で、この日村上、うん、8回112球、うん、3安打1失点、はい、やっぱ村上が帰ってきたね、昨シーズンの、まあ、前回も良かったんだけども、うん、まあこれ2試合こう続いてこのぐらいのピッチングを見せてくれると、うん、あもう今年村上も大丈夫だなっていうふうに、うん、まあ感じた、なるほど、まあ、それと素晴らしかったのは阪神のリリーフ陣、はい、ゲラ、桐敷、島本、うん、岩崎、まあ、ピンチがあってもね、すごく落ち着いてるわ、やっぱり彼らは。うん、あ修羅場をくぐってきた投手陣たちっていうのは、はい、やっぱ慌てない。うん、やっぱさすがだなっていうふうに思ってしまいました。はい。ね。うん、で、2試合目。はい。
5対3、阪神1点リードされた7回、はい、ね、DeNA ね、うん、DeNA 6回までノーヒットに抑えられてんだよ、はい、ね、うん、で伊藤もあの雨の中すごく集中力も高くてすごい雨でしたよね。そうだね、うん、まあ確かにあのバックの守りも素晴らしく良かったんだけども、うん、だけどノーヒットで抑えていって、まあ6回、7回佐野があの先頭で初ヒット打つんだよね、はい、でワンアウトから宮崎も続いて、ツーアウト2、3塁を作る、うん、で次のバッター山本、はい、これはセンター前にしぶとく打って逆転をするという、うん、ね、それだけでは終わらない、うん、山本選手は この辺で活躍素晴らしいですね。前の試合いややっぱ勝負強いな彼は、ね、で自分で言って僕バッティングいいですっていやいやそれはやっぱ自信あるんだろうね。いや確かにねいいバッティングしてる、うん、はい、でこれでは終わらない、うん、続く石上がヒットをライト前に打つと森下が後逸、うん、まあ土砂降りでしたけど、まあなあ、うん、ちょっと 目を切るのが早かったかな、うん、で3点目を与えるという、はい、で3対1、うん、ね、で3対1で迎えた8回、はい、DeNA は森原がマウンドに上がる、うんうん、3者連続の三振、ね、これで阪神の勢いを止めて、うん、もう勝つなっていうふうに思ってたの、うん、ね、もう完璧なピッチングをしてくれたから、あの雨の中で、いやすごいですよね、うん、だからあこれは勝つなっていうふうに思ってたの、うん、で9回山崎康明、はい、一瞬も取れず交代ということ で、うん、ちょっと誤算だったんだけども、ね、まあ先頭バッター代打糸原ヒット、うん、糸じゃないよ、ね、糸原、ね、糸原選手ですよ、うん、で俺はね問題に挙げたいのは次なんだよ、はい、近本選手、はい、うん、であれだけ雨が降ってて、うん、下が人工芝でスリッピーになってる、うん、で近本は安明の状態から見たらもうコントロールもできてなかったし引っ張ってくるだろうなって、2点差あるし、うん、引っ張ってチャンスを広げてくるだろうなと、うん、ね、引っ張ればライト前行けばあのダイソーの糸原のダイソーが、まあ、ダイソー上だね、サードまで行って違いますよ、熊谷選手ですね、あ熊谷か、はい、が行って1、3塁を作る、うん、ね、こういうことをやっぱり近本っていうのは頭の中で描いてたと思うんだよ、はい、で打ったのが引っ張った、うん、あよしよしワンアウトと思ったらあれセカンドに入ってた林がゲッツー体勢取ってんだよね、うん、で2点あるでスリッピーになってる、そうなってくると1点はやってももう1点はやらない守備体系で良かったと思うんだよ、うん、そしたら近本なんて打ったってゲッツーなんてあんまりないよ、うん、そしたら後ろに下がっといてヒットコースを消して一塁に投げてはワンアウトランナーセカンドで、うん、このセカンドランナーもう関係ないわけだから、うん、2点取られても、うん、2点目を取られてもね、あと1点あるから、これが抜けたことによって話が大きく変わってくるんだよで中野がセンター前、はい、で満塁になる、そうです、ね、ノーアウトですよ、まだノーアウトね、まだノーアウトで森下がデッドボール、はい、でここでピッチャー交代、ね、徳山押し出しになりましてね、はい、で徳山から、大山がセンター前で、ここもね前進守備してるんだけど、うん、まあ確かにまだその時点で1点勝ってる、もう同点にされたって、うん、これノーアウト満塁でこんな状況で満塁になっててなんかゲッツー取れないのなっていうふうに思ってたの、うん、だからもうちょっと下がればいいのにって思ってたんだけど、やっぱこう満塁のなり方が悪かったからね、ね、ここまでまだアウトが取れない状況でしたからね、そうそう、で裏の攻撃も残されてたからさ、うん、だからまあそういう守りも考えられなかったかなっていうふうにちょっと悔いが残るね、はい、まあ、その後ノイジーが押し出しで、まあ、決勝点と、ね、で木浪がダメ押して、まあ阪神の強さがちょっと浮き彫りになったゲームだったね、本当にあの悪天候の中あれだけの集中力を持って
やっていくっていうのは大したもんだなと思ってね、うん、まあ DeNA も山本のね活躍でね、まあ面白いゲームにはなってたけどもね、えちょっとねいろいろあるなまあまあ阪神がね一勝一分けというカードでした。はいはい、はい、続いてヤクルト広島、はいね、ちょっと画角がいろいろ変わったかもわかんないけど、ちょっとカメラの調子が悪くてちょっと変えました。申し訳ない、はいはい、違和感あったらすいません。はい、ヤクルト広島、うん、ね、ヤクルト吉村、はい、高橋奎二、うん、ね、広島床田八、1試合目2対0、広島1試合目、広島がここまで、6試合負けなし、うん、4連勝ということで、まあ、絶好調で乗り込んできたと、ね、乗り込んできた、ね、うん、で床田これやっぱ抜群だわ、うん、あのボールのキレとコントロール、はい、それとバッターの打ち気をこうかわす、うん、この技っていうのは素晴らしいね。やっぱで床田8回、うん、116球4安打無失点、4試合連続でハイクオリティスタート、はい、もうザ安定感ねだからなんて言うんだろうな、投げてて楽しいだろうね、うん、ヤクルト打線もね当たってないことはないんだよ、うん、でもねやっぱ床田にはやっぱキリキリ前してたね、ちょっとね、まあ、5安打に抑えられるというね、はい、あ4安打か4安打ですね。そうだね、うん、で打線ではうぐさ7回ランナー1人を置きライトへツーランホームラン、まあ効果的な一発になったんだけども、でも打たれた吉村、うん、でもねそこまではやっぱ素晴らしかった、うん、まあこの2点っていうのはもう仕方ないかなっていうような2点なんだけども、うん、まあ、7回101球5安打2失点、まあ次へつながる好投を見せてくれたんだけどもね、うんうん、ただヤクルト打線は床田に対してクリーンナップが全員で1安打という、うん、ちょっと寂しいですね。ね、まあ確かにクリーンナップをね、抑え込んだっていうのはやっぱ勝てるわなっていうような、うん、まあ、感じがするんだけども、うん、ウグサ、はい、ね、まあ、昨年1軍登録がなくてね、まあ、苦しんでたんだと思うんだけども、プロ入って初めてだったようですけどね。そうだね、うん、でその前に出てる時にちょっと記憶があるのは、うん、あ、いいバッターだなと思ってたの、うん、ただかかとに体重が来るから、あ、外のボールっていうのは打てるのかなとか、まあいろんな心配、余計な心配をしてたんだけどねだけど久しぶりに見たうぐさ、あ、非常に体重もつま先に乗ってて踏み込めれるようになってるし、あ、変わってきたなっていうふうに思ったよ。なるほど。あ、だから これからのね活躍がすごく期待できるなっていうふうに思いました。はい、ヤクルトは、3連敗、借金が5っていう、まあ、こんなチームじゃないんだけどな、うん、まあピッチャーが好投した時には援護がなく、うん、ね、打った時にはピッチャーが打たれるというね、ちょっとね流れが悪いな、うん、で3試合目、まあ3試合目っていうのは2試合目が雨で中止になったからね、はい、そうでしたね、はい、で2対0からこの試合ね、はい、3試合目ね、2対0から広島がリードのね、そうそう、はいはい、2回オスナ、うん、満塁ホームランなどで一挙に6点を取り、何があったんでしょうね、ねえまあ塩見もつないだとかいろいろしたんだけどもさ、はい、6点を取り逆転という2回裏にね、ああもうがっかりするかなと思ってね、はい、広島が、まあしかし3回4回と2点ずつを取り、ね、同点、なんと追いつくんだと思って、なんとね、いや俺高橋奎二が投げててね、まあ立ち上がりにちょっと失点しただけで、あとは抑えていくかなと思ったら全然立ち直らないんだねこれが、うん、あ、だから3回4回に2点ずつ献上してるという。この試合高橋奎二もハッチも先発してお互いが6失点してんだよね、うん、俺だとこんなゲームにはなるわなと思ってさ、うん、で6回には広島が2点を勝ち越す、まあ、これで勝負が決まるかなと思ったら、その裏1点をヤクルトが返す、もう取ったら取られるというゲームになって、で1点ビハインドの8回、長岡が先頭バッターでツーベース、中村が送る、ね、ここで切り札代打川端、ここで来ました、来たね、はい、難なく同点にするね、もうきっちり代打の仕事をしてね、あの三遊間を抜いてね、まあでもバットの出すさ、そのボールに対してバットの出し方が素直だわ、すごく
だからヒットになるだろうなっていうような感じがする。で変な力みもないしさ、勢いもないし、うん、まあ、やっぱさすがだなって思わせた、うん、まあ、一打だったね、うん、で同点で9回裏村上から始まったんだよ。村上これ一発打つんじゃないかと思ったら、ね、栗林が、はい、高まりましたが、そう栗林がインサイドのストレートでも三振ということで、うん、ああさすがだなと思って、うん、ああ村上こうやって三振しちゃうんだと思いながら、まあ、サンタナ次が、はい、村上があんな三振取ったのが栗林も非常に調子がいいんだろうなと思ったら、何を間違ったか真ん中高めに投じたボールをサンタナがライトスタンドへホームランという、なんともすごいマジで、ああ9対8だよ、はい、ね、でこの試合で広島はね、まあ、菊池、野間、上本、まあ、こういう人たちが活躍したんだよね。だからまあこう軸となる選手たちが活躍してるんだ。でヤクルトは塩見、オスナ、サンタナ、やっぱ両外国人、まあ、さすがだなというふうに思ってさ、でその中で、うん、今日プロは初先発の二股がプロ初めての初先発で、プロ初のホームラン、ねね、1号を打ったという高橋奎二からスライダー高めの、ね、レフトに行くようでしたけど、はい、うんうん、まあこういう選手がさ右バッターでいい選手が出てくるんだなと、ね、左は田村っていう選手がね、あいるし、うん、なんかやっぱこう広島出てくるなぁ、いい選手がね。で、宇草もそうだけどもさ、まあ、宇草はね、ちょっと年齢的には27歳という、うん、ことで、まあ、ちょっと上だけども。大学卒業してたんですね。まあ、そうだね、うん。この二股っていうのも楽しみだわ。はい、4年目の21歳ですね、まだ。そうだね。はい。はい、でね、ヤクルト勢、まあ、ヤクルトはこの勝ちっていうのはすごく大きかったと思うし、これで、勢いが出てくるといいなと思うよね。まあ、阪神がやっぱこう勢いが出てきたっていうのは、里輝のサヨナラのヒットから、はい、巨人戦の。あれからなんかこう、足取りがこう軽くなったというかね。何か、パッと弾けたというか。弾けたんでしょうかね。そうだね。で、心配なのは広島。これはね、絶対勝たなきゃいけなかったゲームだったと思うんだけども、負けてしまったというね。これ、大敗するよりは、こういう接戦で負ける方がまだいいですか？いやー、もう大敗であっさり負けといた方が、あのリスクを伴わなくていいよね。なるほど。で一時期ね、4点差を同点に追いつき勝ち越したじゃない、うん、そしたらもうそのまま逃げ切らなきゃいけないんだけどさ、まあこれはヤクルトは勢いが出るけども、うん、広島はちょっと痛い負けになるね。なるほど、何度も何度もね、そう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 、ありましたから。だからまあこの試合がねポイントになったって言われないように、うん、まあ次の試合の入りが大事だね。はい、はい、というセリーグでした。はい、はい、続きまして、はい、パリーグです。はい、パリーグです。はい、パリーグです。はい、パリーグは、はい、1試合だけね、あの雨で中止になってしまったんですが、はいね、あとは3試合ずつありました。はい、はい、ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクの3連勝、はい、はい、楽天と日本ハムが1試合中止になりまして1勝1敗ということでした、はい、オリックス西武はオリックスの2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はい、ということでロッテ対ソフトバンク、うん、ね、佐々木、高野、西野、はい、ソフトバンクは有原、大関、大津、はい、ね、うん、のが重なったり大きいっていう字が重なったり、ね、まあ、大変なんだけどね。はい、うん、1試合目、ね、佐々木対有原の投げ合い、これね4回見事にね表ね、うん、佐々木朗希を捉えるんだけども、はい、今宮、柳田、近藤、この3人がヒット打つんだけども、うん、全員フォークなんだよね。うん、うん、それもねポーンって言うんじゃなくて引きつけてターンと反対方向に全部打ってるんだよ、うん、待ってるっていうか前に出されない、うん、まあ、しっかりそのボールを待って打ってるっていうような感じがするんだよね、うん、あこの技術の高さっていうのはさ、あの高いものがあるね。こういう打たれ方をすると、はい、佐々木投手にとってはやっぱりダメージが大きい、ね、ダメージが大きいし、本当は空振り取るボールだから、ね、うん、それを引きつけて反対方向に完璧に打たれてるんだよ。まあ完璧でもないけど、まあ、ヒットにされてるっていうことはちょっと嫌だよ。でファーストのねエラーも重なって、まあ、2点を先制されるんだよ、はい、
でソフトバンクはするんだよね、うん、で5回ロッテは1点返すけども、はい、7回槙原ヒット、うん、盗塁があって1番に入る川村という選手がシュートの代わりに入ってんだ、レフトオーバーのタイムリー、うん、タイムリー2塁だね。まあこの時に佐々木朗希の口が動くんだよね。ちょうどね取れんかなってとか、ちょっと表情もねはっきり映っていたので、うん、こうなんて言ってるのかなと思いましたけどね、うん、あれを取ってほしいなみたいな、あれ取れんかなとか、まあ違ったらごめんね。まあだけどあれは取れる取れないっていうよりも、うん、あそこまで飛ばされちゃいけない。なるほど。これなぜかというと、うん、やっぱ槙原がいて牽制苦手な佐々木朗希は牽制しない、はい、で盗塁される、うん、ホームが大きい、うん、そしたら1点を避けるために前進来るんだよね、守備位置がね、内野は、うん、はい、で頭越されたらもう仕方ないっていう割り切りで前に来るんだよ、はい、それをオーバーを打たれたっていうことはやっぱ佐々木が悪い、まあいい悪いではないけども、まあ、外野手は攻められるところではないということだよね、はい、うん、だからそういうことをやっぱこう佐々木朗希っていうのは大スターにならなきゃいけないし大投手になる選手だと思うから、はい、表情も常に抜かれてる、うん、ね、ね、だから隙を与えちゃいけない、もうポーカーフェイスで何を持ってるか分かんないみたいな、そうそうそう、感じでいてほしいということですか。まあ例えば味方がエラーしたら、うん、いい任しとけって俺が三振取ってやるみたいな、うん、そのぐらいの感じでいてほしいなっていうふうに思うんだよね。もう一つ大きくなってということですね。そうそう、でね、まあ、佐々木、はい、7回105球5安打4三振、うん、3失点、はい、自責は2という。なんか気がつかなかった、ちょっと投球回数に対しての三振が少ないですか。そうだ、佐々木投手といえばやっぱり三振、ね、まあそうだね、取るというふうになりますね。まあ回数7回、はい、まあ7個ぐらい取ってもいいなと思うよね、少なくても。うん、でもまあ4三振しか取れなかったっていうのはどれだけなんて言うんだろう、ソフトバンクのバッターたちが技術が高いか、さっき言ったのフォークを打ってしまうっていう、まあ能力が高いかっていうことだよね、うんうん、で投げ合った有原、はい、9回完投、うん、107球3安打9奪三振、はい、2失点ということだよね。これは投球回数イコールの三振、ね、そうだね。でね、見事だったのは、うん、完投してきてあと1人でもポランコ、ランナーは一塁にいる、一打ホームランで同点という場面でポランコに投げた 1,2 球のボール、外に素晴らしいコントロールで届かないんじゃないかっていうところでストライク取ってるんだよ。うん、だから完投してきて そこの精度をまだ保てるっていうのがやっぱ有原の凄さだなっていうふうに感じたね。最後の最後に残っている力があるんですよね。そうだね、振り絞れるというかさ、うん、で見事に三振を取ってゲームを締めたという、うん、ね、4対2ね、ソフトバンクの勝ち、はい、で2試合目は、10対1、うん、ね、これね10対1と大差になったけど明暗を分けたのは、はい、守りと走塁。なるほど、この試合はねちょっと高校ルールでね、そう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 、7回までだったんですけど、そうなんだよね、はい、まあその中で10対1という、うん、まあ、大味なゲームみたいだけども、まあ、守りと走塁、はい、まあ、3回2点を取るシーンだけども、うん、ノーアウト満塁になるんだよね、うん、で山川がレフトへ大きな犠牲フライを打つ、で先制する、うん、でこの荻野だったと思うけどセンターにレフトからカット前に投げるボールが浮くんだよね。あ、でホームまで来ちゃうんだけども、それを見て今宮がタッチアップしてサードを陥れてる、うん、で一塁ランナーの柳田もセカンドに行ってる、うん、でワンアウト二三塁を作ったんだよね。で続く近藤がセカンドゴロ、はい、で内野ゴロの間に1点を取って2点になるんだけども、うん、これが仮に1、2塁に残ってたとしたら、そのね一つ前のプレーですよね、そう、うん、残ってたとしたらあの辺りだったらゲッツーを取れてた、まあ1、2塁だったら近藤はああいうバッティングをしなかったかもわからないけども、うん、
まあでも可能性としたらゲッツーを取れる可能性があったということで、だからまあこういう細かさもやっぱこう打線が打った10対1になったとはいえ、それまでの過程がやっぱり素晴らしいね、攻撃の。まあ隙がない攻撃という感じですね。まあそうだね、でまあ4回は下位の当たりをショートがエラーをして、まあそこから4点を失うとか、まあ2番手に、あ3番手か、投げた日本がまあ8失点というね、まあ自責は4だったんだけども、まあ乱調だったと。だからやっぱこう豪快さと細かさ、まあ、そういうのが織り交ぜてやっぱソフトバンク強いなっていう印象があるね。なるほど、やっぱこう天候なんかでもね、やっぱこうピッチャー左右される人、まあ、もちろんされない人っていうのに差が出てくるっていうところもあるんでしょうけど、まあそれもあるし、なんて言うんだろうな、まあ野手もピッチャーだけじゃなくて、まあ、集中力とかね、まあそういうこともあるし、その対処の仕方ね、滑ったから高く抜けちゃったんじゃよ、抜けちゃったんだよ、じゃあ困るんだよね。はい。ね、いろんなコンディションの中でもね。まあそうだね。いつも通りができないのが大変ですね。そりゃそうだ。はい。で3試合目6対0、外、うん、まあ大津7回102球、あ106球か、106球2安打。108球ですね。108球、はい、あそうだね。2安打無失点。はい。藤井石川とつなぎ完封リレーという、うん、まあ完璧だね、2安打しか打たれてない、ね、うん、まあ打つ方は言うまでもなく、うん、まあ、柳田、山川、近藤、栗原、うん、ね、この並びはもう相手にとっては非常に嫌だね。嫌ですね。あでこの4人がまたこの試合でも活躍した。で山川特に、うん、この試合で27打点、うん、もうダントツ。まあ、前から言ってるけど山川に打点を上げられたらその試合は負けるという。もうあの満塁弾がね、まあまあそれもあるね。あれでもあ、そうしましたよね、うん、まああれもあるけど、やっぱ勝負どころでね、まあきっちりこうなんていうの、稼いできてるというね、打点をね。でね、この今言った4人衆につないでんのが1番バッターなんだ。で周東がいるときは周東がつないでいい働きをしてたんだけど、周東が今不在で1番に抜擢されてる川村、これがもう素晴らしい活躍をしてるね。でこのロッテ戦3試合で6安打と活躍とね。だからやっぱこう打点を山川が上げてるけども、その前のバッター川村なり今宮、こういう人たちがやっぱちゃんと活躍してるなっていうふうに思うよね。はい、はい、でロッテは6連敗、もう投打とも元気がない、まあ、元気を出してほしいなっていうふうに思います。はい、うまく切り替えてほしいですね。なあ、はい、続いて楽天対日本ハム、はい、楽天ポンセ岸、うん、日本ハム山崎幸也、鈴木健也、はい、ね、1試合目、4回に1点を取り合い、ね、1点ずつを取った、ね、6回は、松本、万波、マルティネスの3連打で2点を取り、まあ、主導権を握ると、まあ、しかし取ったら取られるという展開で、1点差で迎えた8回、ね、3対2で迎えた8回裏、はい、楽天の攻撃ね、はい、代打茂木、金村から同点ホームラン、ね、まあ、金村が打たれたかと思ってね、まあ、貝またぎだったんだけどね、金村がね、貝またぎっていうのはリリーフにとって辛いって言うけども、新庄監督は貝またぎをした投手に対しては別査定を設けてるんだよね。なるほど、だからまあやる気スイッチは入ってたんだと思うんだけども、でそのまま延長になり12回、これまあ引き分けかなと思ったんだけども、はい、12回タミヤが先頭で2塁打で松本が送り、3番万波フォアボール、マルティネス三振、はい、2アウト、ね、はい、2アウト1・3塁、で清宮の守備固めに入っていた
上川端、はい、レフト前に決勝タイムリー、うん、これね俺感動したのは、うん、上川端って開幕のショートスタメンだったんだよ本当は、うんうん、だけど怪我をして、うん、で新庄監督はなぜ上川端を起用してるかというと勝負強いんだよね、うんうん、でそのバッターが開幕からいない、うん、で水野がそのうち成長して水野がなんか今がっちり掴んでる感じなんだよね、うん、上川端がやっぱり自分のために打ったような、でチームのためにも打ったんだけどもちろん勝ちたいというね、でも自分のポジションを確保するために必死だったと思うんだよ、うん、だからこのね一本のヒットっていうのはすごくなんか感動したな、うん、でそのまま逃げ切りね、勝ったというね、延長12回でね、そうだね、今年の日本ハムはなんか一味違うのかな、ね、いやいや一味違うぜ、まあ、そんな感じだよ、はい、強いよ、ね、はい、3試合目、ね、5対1、うん、楽天、はい、この日はね上川は先発出場してますセカンドでもぎ取りましたか、そうだね、まあ、うん、まだもぎ取ったとは言えないけどもでも中島拓也が出たりだとか、うん、石井一成が出たりだとか、うん、いろんな選手がちょっと代わり番号で出てるんだけども、はい、やっぱそこの競争に負けたくないというね、うん、思いは強いだろうね、うん、はい、はい、で3試合目は初回小郷の先頭打者ホームラン、浅村のタイムリーなどで2点いきなり1回ね、はい、先制される、うん、で5回には浅村がスリーランで5点差になっちゃうんだよ、うん、5-0ですね、うん、やっぱ浅村が打つと強いなっていうような印象だよね、うんうん、でね日本ハムはね12安打そうです、あ楽天 の, 9本を上回ってたんだけども、うん、これね3度の満塁があったの、それを生かせないというね、12安打で1得点というのはちょっとね寂しいな、うん、やっぱここ1番打っとけばここ1本出てればねちょっとゲーム展開が変わったと思うんだけど、やっぱそこら辺はやっぱ岸だな、うん、岸がやっぱこう要所を締めるというピッチングをしてるんだけども、はい、まあ2回満塁の場面で水野が三振で、6回は1点を取ってなお攻撃してたんだけど、ワンアウト満塁からレースが見逃しの三振、これ見逃すなよって思うんだけどね見逃しの三振で清宮がショートフライで行かせないという、まあ1点を取った時もう一気に行けって思ったんだけど、まあなかなかそうはさせてくれないな。で9回にも満塁を作ったんだけども、まあ則本に押すね、ヒーローインタビューで岸が言ってたよ、則本が打たれたら殴ってやると思ってた厳しい厳しいよな、はい、まあまあ面白いなと思ってさ、うん、まあ、聞いてたんだけど勝ったからね、まあ勝ったら、まあ、もちろん、ね、言えるでしょ、もちろんもちろんでこの試合、うん、日本ハムのクリーンアップで7安打してるんだよ、はい、だから非常に状態は良くなってる、ね、まあしかしね今日入った 1,2 番、機能せずということで、まあ、郡司と松本がね打ってたんだけども、まあ2人合わせて10打数1安打、まあ無四球というね、だから1人1回しか出れなかったのが、まあクリーンアップがこれだけ好調だっただけに、ちょっともったいなかったなっていう気がしたね。1、2番が出てればっていうところですか。そうだね、どこもやっぱり1、2番、まあさっきソフトバンク戦もそうだけど、はい、まあ川村だっけ、ね、そういう1番バッターがいたとかね、1番バッター黄金がホームラン打つとか、うん、やっぱり1、2番というのは非常に大事だなというふうに思ったね、はい、はい、ということで1勝1敗ということ、はい、はい、最後、オリックス西武、はい、田島、エスピノーザ、カスティーヨで、西武は平、竹内、某高橋で、1試合目2対1、うん、オリックスで2回若月はワンアウト満塁からセンターへの犠牲フライで先制で、一塁にいたランナーも共にタッチアップ、1番に帰り福田がセンター前タイムリーヒットで、まあ、セカンドランナーはアウトになるんだけども、まあ、次の塁を、取りに行くという姿勢が非常に、オリックスは出てきたなというね。で対照的だったのが同じ満塁4回1点を取りながらもノーアウト満塁、はい、1点を取ってなおもノーアウト満塁、ね、押せ押せだわ。そうですね、うん、若林外崎が連続三振、うん、これね
若林は高め、その先は低め、いずれもボール球に手を出して、まあ、三振はしてるという、うん、まあここら辺打てない打てないって言われるだけに、まあ、焦りもあるのかなというふうには思うけど、うん、まあ、もう少しね的っていうか絞り球を絞れんかなっていうふうには思って見てました。まあこれではねやっぱり点にはならないし、うん、まあ焦りを取っていかないとちょっとセーブは打てないかなっていうふうに感じたね、うん、まあ、田島も決してね良くはなかったんだけども、やっぱボール球を打ってくれるんで、まあ、助けられたというね、まあ、そういう試合と、やっぱり次の塁を積極的に狙ってるオリックス、はい、まあ、こういうことが点を重ねるということだよね、はい、はい、2試合目、4対3オリックス、はい、源田との作業をスタメンから外した。そう、江坂さんがスタメンがあまりにも変わっているので、何かあったのかって、何かあったのかそわそわしてましたけど、そういうことではなくて、そういうことではなくてね、戦略ですね。そうだねで佐藤流星を4番に抜擢って、うん、まあ刺激を与えるというね、うん、まあ3点リードされた、ね、中村ホームラン、うん、佐藤流星3塁打、うん、平沼2塁打、うん、金子が同点タイムリーという、ね、追いつくんだよ9回にね、まあ、びっくりしたね。今までずっとゼロだったのに9回一気に3点取って追いつきましたね。やっぱりねしつけはね、やっぱ中村ベテラン、うん、まあ、ホームラン打ね、あの唇を切ってというね、まあそんな感じがしたよ。しかし延長10回、紅林がサヨナラタイムリーで今季2度目、紅林自身2度目のサヨナラヒットというね、1回目は無視された、監督に何のようやったもん、何もなかったと無視されたと、で今回は続きされてた、なるほど、まあなんかねそういう監督と選手がうまくいってんだろうなっていうふうに思う、ね、裏返しの表現が、ね、まあそうだね、はい、で西武は6月11日、これ昨年だよ、はいはい、から延長戦では、うん、延長戦に限っては13連敗、うん、なんということなんだろうな。これはなんかでもあるんですかね、まあ、延長戦に弱いっていうのがあるね。それは、ピッチャーです、なんでしょう。あ、やっぱりピッチャーだな、うん、まあ、それとやっぱり点が取れないから、やっぱもう我慢しきれなくて相手が点を取ってしまうっていうことかな、うん、でこの試合マチャド、うん、オリックスが来日初勝利、はい、うん、でねこの試合で9回に平野が捕まった抑えのね、はい、これやっぱ年齢的にも相当きつくなってきてると思うんだよね。今ね40歳になりましたね、うん、そうだね、はい、だからこのマチャド、うん、やっぱいいわ。ボールに力あるし、やっぱスライダーじゃない、チェンジアップの抜けが素晴らしい。あ、だから平野に代わって、まあ、マチャドに任せてもいいなっていう、うん、まあ抑え候補がいるから気楽に平野投げろよみたいな、うん、まあ、そんな感じもできるなっていうふうにね、うん、そんな感じがしました。エスピノーザ、うん、ね、4連勝をかけてたんだけども、うん、お預けという。はい、はい、3試合目、ね、初回西武は中村の二塁打で先制、ね、同じようにオリックスもチャンスがあったんだよ、うん、セデーニョがダブルプレーでチャンス、セデーニョは今まで一生懸命やって一生懸命で活躍してるからね、まあ、こういうこともあるわ、うん、ね、でも対照的だったのはやっぱり初回の攻撃をものにしたかしないかっていうのはすごく大きかったのかなっていうふうに思うよね、うん、で3回にはツーアウト2、3塁からアギラが、うん、落ちないチェンジアップをガスティーヨからセンター前を打つという、うん、ね、で2点タイムリー、うん、でやっぱり中村が3番に入り、はい、アギラが4番に入ってたんだけども、やっぱり1番とか出てやっぱ3、4番が打つと打てないって言ったら点が入るんだよね、うん、うん、だから打てない西武が3点リードしちゃう。最大のピンチは6回ワンアウト満塁、バッター西川ファーストゴロ、セデーノがライトフライで、まあ、1点で締めるという、うん、ね、でこの試合で投げたポー高橋、はい、プロ入り初勝利、はい、5回3分の2 84球、3安打1失点ね、はい、これね
森の打席を見てたら、森がね、こう足を何回も出すんだよ、こうやって。タイミングが取れないんだよ。だからタイミングがね、外れるというか、なんかこう、フォームがその都度違うというか、そんな特徴が多分あるんじゃないかなっていうような気がするよね。それはやっぱ打者にとったらとっても嫌な感じ。いや、嫌だよ。だってあの森、ある程度、ある種天才に近いバッターだよ。あのバッターがもうタイミング合わないんだから、うん、足をこうパッパッと出しながら、あれここじゃないここじゃないって、そういうようなタイミングの取り方してたから、うん、非常にタイミングが取りにくいんだろうなっていうふうに思った。なるほど、ね、プロ入り初勝利おめでとう。おめでとうございます。はい、はい、でこの試合であの1番に入った金子、はい、まあ、2安打で、3番中村が1打点、4番アギラが2打点、やっぱねそこら辺で点を取ってくれると、まあ、すごく楽になるね、はい、まあ、そういう試合でした。はい、はい、ピックアッププレイヤー、これもねちょっとね悩みましたが、もう最近豊さんがパンパンパンと言って決めます、うん、はい、こうなりました。はい、まあ、で振り返りでも触れているんですが、そうそう、うん、まあ、村上がこれからね安定したピッチングだから、阪神も状態がいい、うん、まあ、昨年みたいな姿に、まあ、阪神も村上もなってきたなっていうのがね、まあ、そんな感じがします。で DeNA 山本、はい、もう頑張り続けろ。私今シーズンの注目選手なんです。そうだな、北山とね、そうそうそう、パ・リーグは北山、はいはい、セ・リーグは山本を応援してますから、はいはいはい、ね、他にも応援してるんですけど、はい、このお二方は特に応援していますよ。そうだね、で山本ね、本当に頑張り続けてほしいと思います。はい、はい、広島、二股、はい、ね、ああ素晴らしいねホームラン、おめでとうございます。本当ですよ ね、 ね、これからもねもう頑張ってほしいと思います。はい、はい、でヤクルト川端、うん、やっぱ職人だな、彼の技術っていうのはやっぱ真似るところもいっぱいあるし、うん、まあ、若手のあの見本になるよヤクルトもね、はい、もう力んで振るんじゃなくてミートしていくっていうね、もうこういうふうにやりなさいよ、そうそう、肩肘力抜けよみたいな感じだねで中日田中、はい、ね、バッティングもさることながらやっぱこの子はやっぱ中日の野球を変えるの、この子がいるだけでやっぱね締まって見える、うん、ね、だからもう体力ないか、体力ないの、小柄ですか、そう小柄だし、うん、いやだからもうできるだけ試合に出れるようにもう毎日精進して頑張ってほしいと。忍者ですからね。あと涌井投手もねちょっと話ね、まあそうだな、中日の中では手話しなんですけどね、まあ、本当に味がある、うん、ね、まあ頑張ってほしい、はい、ね、巨人は西舘、ね、まあ、こんな記録はね彼にとって、ね、通過点っていうか、うん、当たり前のことなんで多分、まあね、うん、そうなんでしょうかね、だから本当にね、えこれとてつもないけども抜けないよっていうような数字を作ってほしい、ね、江坂さんね後輩だから、ね、頑張ってほしい、はい、今日ね初めて笑顔を見た。本当ですか。ベンチに帰ってきてから、うん、まあコーチと話した時に笑顔になったんだけど、はいはい、うん、まあいい笑顔だ。なんかちょっとプロ入り前と印象変わりましたね。まあそうだね、うん、まあ普通老け顔でちょっと老けた顔で老け顔っていうのは大人っぽいおっさん顔なんだけど、おっさん顔なんだけどいや笑った表情はとっても可愛かった。いやそうですよ、うん、まだ大学卒業してもないですよ、まあね、はい、うん、まあ頑張ってね、はい、はい、でパリーグです、はい、はい、某高橋、はい、うん、よかったね、初勝利、ブラジルだよブラジル、 ブラジル、はい、ね、某高橋、はい、いや本当におめでとう、はい、まあ、あの打者のタイミングはね、うん、取れないからそれを強みとして、まあ、これからも投げていってほしいなと思う、ね、でオリックス福田、うん、ああ頑張ってるね、あの小さな体で一番打って、豊さんちょっとそういうタイプの人、ね、いやいや好き、俺もそうだと思うで西野がね、うん、西野がね調子良かったんだけどちょっと足の故障で出れなくなってきてるんだよね、うんうん、だからもう福田頑張って、はい、ね、で日本ハム上川畑、はい、ね、感動したあの人はね、うん、もうダメかなって思ったところの一本、うん、ね、素晴らしかったと思います、はい、ね、本来はショートで出たいんだろうけども、まあ、セカンドのレギュラーをね取るぐらいの感じで頑張ってほしい、はい、で楽天浅村、うん、やっぱあなたが打つと勝つ ね、 ね、うん、その代わり前にランナーがいることが条件だけども、
やっぱ彼は素晴らしいバッターだなと思った改めてね、うん、でソフトバンク川村出てきましたか。いやもう周東がいないのなんか忘れちゃうぐらいの活躍をしてるそれぐらいね。そうあのだってロッテ戦3試合で6本ヒット打ってるんだよ、うん、もう十分だよね。マルチ安打を3試合続けたのと一緒だから。素晴らしい。いやいや本当に素晴らしいね。周東が帰っても明け渡さないぐらいにね頑張ってほしいと思う、はい、でロッテ佐々木朗希あなたが勝たないとやっぱ連敗しちゃうよっていうことなんで、うんうん、ちょっとあの激励に近いそうだね。まあそれとあなたはスターだ、はい、ね注目度も高い、はい、だからいろんな方面から抜かれてる、うん、ね、まあ先ほども言ったから、ね、もう言わないけどももうあなたがやっぱりロッテを支えていかなきゃいけないから、うんまあ、頑張ってほしいと思います。はい、ねまあ、以上で振り返り終わりますけども、はい、あの途中でね、カメラの状態が悪くてもう原因不明をちょっとねそうそうそういろいろ変えてちょっと見づらいかも分かりませんけども、あとちょっと心配なのがあの音声音声ねちょっと聞きづらかったら申し訳ありませんが、はい、次までにはねちゃんと環境整えてお送りできるように頑張りたいと思います。はい、はい、では以上でした。はい、はい